サリュー、東北大学経済学部、本地谷です。これから受験生になる皆さん、そろそろ志望校も絞って、もしもしっかり受けていかないと。でも、部活に、行事に、まだまだ頑張りたいことがたくさんあって時間がない。え、でも、明日も知れない？今さら何をすればいいの？そんな時、これだけでもやっておけば効果がある、そんな対策を紹介します。模試前日、これだけはやっとこう講座。対策はズバリ、回答解説を読むこと。では効果的な回答解説の読み方とは。ポイントその1、要点まとめを読む。回答解説のこの部分、回答の整合よりも問題の解き方のポイントを見てみよう。共通テスト本番でも押さえておきたいところなので要チェックです。ポイントその2、加点ポイントを読む。記述問題は加点形式が多いので、含まなければいけないワードや回答の仕方にルールがあります。例えばこんな感じ。問題、筆者がリンゴが好きな理由を30字で述べなさい。ここでの回答のポイントは、なので文末はからで終わること。回答の中心は何か、ここではリンゴは家族との楽しい思い出を連想するものということが中心になります。そして具体例は何があったか、祖父の家で過ごした思い出と母がケーキを作ってくれたことについて語られていますね。2つの具体例が登場しているので、すべて含めないとアウトです。次に、関係ないことは書かない。一般論を言っているだけで筆者の意見ではないので、ここでは書いてはいけません。本番もこのように回答を作ればいいということが解説からわかります。もし直前でもできることはまだまだたくさんあります。大切なのは模試の解き方を知ること。それでは模試頑張ってください。ほじ茶でした。最後に宣伝です。高2、3学期のマーク模試から共通テスト形式の予想問題を用意しています。ゼミの模試でリハーサルをすれば形式、分量がわかるので本番で慌てずに解くことができます。また数学、国語の共通テストの記述問題に向けて赤ペン先生が採点してくれます。ぜひトライしてみよう。